山本周五郎を作名は絵語読みより切り抜き戦山形第二語る倒幕の隊員今回はこの名は絵語読みという作品の中心人物の一人でもある尊能学者山形第二その登場場面よりお送りいたします山形第二とその著書流死進論とは歴史上の 人物と書物として名前だけはよく知られていますがその細かい部分についてはあまり知られておらずこうした文学作品の中で取り上げられることもあまり多くないようですそういう意味でも非常に珍しく貴重なそしてまたこの作者らしいアプローチとして描かれた場面をお送りいたします とその時主演の広間で突然として人々の罵り騒ぐ声が起こった第五章おお待ちください佐藤玄太夫が上ずった声で叫びながら第二の方へにじり出たなるほど私は元右京太夫様の真にて長者の役などつかまつったこともござりますしかしそれはその時の私の役目 心から望んでいたした義ではござりませぬ。その後、おいとまを賜り、老老の身となりましてから、真の心より先生の楽風を警簿つかまつりまして。はまれ右門は土器を発して、俺は口孔者に言い逃れるつもりであろうが、作用な極弁に惑わされる我らと思うか真に長者でないとあらば、拙者に表された折、 なんとしてこの座を逃げた。これは全身のことを思い本堂のようござるまい福島伝蔵という門人がややかに玄太夫を眠据えながら「処置すべきだの?」という同時に若手の門人たちの間から最上六夜今村男次の二人が「殿下つ捕まつろう」と立ち上がったあししばらくしばらく現代は、 顔色を変えて身に覚えあることなれば蹴られて死ぬも悔いはござるのがまことに私くどいあまぬ、やれ疑問が言って立つ。やだ不当だ罪なき者をみだりに斬るとは無法だ俺は長者ではないのだ調べてくれ吟味してくれ純粟殿卑怯者め来い今村男児が、 襟紙をつかむと当たれ、第2が静かに制した。今村内お話しなさい。いやこやつまずお話しなさい。それから、いずれもざえついて第2の申すことを聞いていただきたい。右門が何か言おうとするのを知らぬ。ふうに見流した。第2は一同が座に治るのを待って低いながら。 力のこもっったた声で言った藤井殿がただ今申されたとおり近頃門人衆の間に身分疑わしき人物を見かけることもとより大に存じておるまた拙者この度の旅にあたってもはじめより二名の馬りとおぼしき者が随行しておって軽井沢の馬屋にてはその一名のために 覚書を納めあった手箱を盗まれた事実もあるさっと一座の免職が動いたそこでご一郎に申したいのはこれらのことについて少しもご懸念なきを願いたいのだ長者隠密何人何十人潜入いたそうともさようなことにお構いなさるなと申したい仰せではござるが右門が鋭く 我ら大事を志す者に長者隠密の者を懸念するなとはいかなるご手腕にござりますかされば第二は膝を正して先ほど藤井殿が例に取られた橘小説のことを取って申し上げよう結の小説は軍学者にて宗都の輩をご合し幕府倒壊のことを企て申した中途 とぼちよりこと現れついに大茂をむなしく愛果てたが藤井殿の申されるごとく心中の毒虫を除き規律を固め迅速よく処したならばあるいは倒幕のことを除ブ除したかもしれぬしかし作茂密ならず処置を誤ったためにことは壁に帰し土ぼちの多くも平女墓の土と風しめ申した。 しかして彼小説の大使もそれと共に滅んだのでござる。第二は暫時言葉を切った。第六章よく聞かれい。第二は言葉を継いだ。小説が事を誤って土星子と共に自らの志をも喪失いたしたのは何故でござろう。小説の事を企てた根本の心は 元ただ幕府を倒壊しておのがその権威に変わらんとした野望でござる政権争奪の陰謀でござるさればこそ事をはかるに隠密をもってし術後を持い火薬を埋めて人心を動乱せしむるなどもっぱら陛下の策に入れたのでござったしかるに翻って我らの諸子はいかに 一座は片ぼのむ。我ら討伐を志す根本のものは元より王ども専用の精神に譲るところでござる天は一を得てもって清く地は一を得てもって安く王鵬は一を得てもって天下の帝都す天に二実なく民に二王なしかざせる雲を復蓄して 剣世いつに来すべしとなす仕事、誰にはばかるところなき大義でござる。佐藤源太夫はいつかその両手を畳へ下ろしていた。宝魂、武家の権儀もっぱらにて、立法これより起こり、名教をよるべきものなく、官服、天を尊敵の序を失い、霊学を怠る。網乱の曲。 万民恐れ多くも皇室を忘却したて祭り紅白紙大夫また大義の遺憾も知らぬありさまでござる。不詳第二がここに立って大義のあるところを明らかにするゆえんのものは実にただそんなもの志を万民の愚に歓喜せんがためのみて法爆の言葉従って起こる問題でござる。第二は息を休めた。 もとより不釈神妙、万死は覚悟の上むしろ尊皇討伐を企つる者として幕履に究明されるこそ第二が本望と申すべきところでござるそれは何故に右衛門が低く反問した幕政太平を謳うようにあえて尊皇討伐を志すのしあることも天下に知らせんがために。 子供座の中に万一にもちょぼじゃとして入り込まれし御人があったらば聞かれい我らは経理の縄を恐れるものではないむしろ一時も早く捕獲されて限りある門人より外に天が多衆の心へ尊皇の大義を明記させたしと願っておるものでござるとお分かりかな 一座はしんとして声なく、里穢源太雄はそこへ平腹していた。お分かりでござるか静かに一座を見回して、隠密長者のが柄、それゆえにこれ懸念あさるまいと申したのでござる。我らの精神は白日のもと公然と鮮明してはばからぬところのもの、何者をも。 恐れるのようござらぬ。聞く者には敵も味方もなく義士ざっこえん否認をえらまず一人でも王旗を望みといたすのでござる第二は祝然と見合った <laughs> 第二は軽く笑って「議論の間に酒が冷えてしまったぞ道を」 酒を温めてこぬか。あさあいずれもお楽に断祖墓地うとにして琵琶を置いたればいま一度座京に第二が平家を語るといたそう。当主は静かに琵琶を取り上げた。源太夫殿。第二は温かな声で。遠慮なく座へお直りなされ。 ご不快なれば帰られても差し支えござらぬぞさあ当主頼む第二は膝ぼただして当時も帰りみた庭先で白桃の花が一ひら二ひら音もなく散っていた第七章五つ午後十時ごろを過ぎると客は思い思いに糸まごいぼして帰り去った 席を変えて第二は右門を促して立った離れ作りになっている書斎へ茶を呼んで退座すると右門は懐中からふく包みを取り出し中から一風の書面を取って第二に渡した「西安楼からのご主観にござります」ご苦労でござった。第二は受け取ると 一礼して封を切った陸長風の見事な筆跡で「老き客を失って南辺に潜伏す」「幸いにして東海に乱暴の消費するあり」「実月輝きまさに鬼神を綾かならしめん」と聞く「老きし立つべし,立つべし竹の淵式部」「ほう」 第二は微ぼしながらいつもながら元気におわすよしてご健康はどうであったおいきたりますますご祖母犬にてこのごろは陰西流の旧舎も励んでおられる祖母にござります。第二は竹の淵式部が蓬莱事件の後京地をかまばれて伊勢の国宇治ごぼりにいたり 又太夫の家に自敵の日を暮らす予墓になって以来堀に触れて親書を交わし祖母子の言葉託していたのであったところが近来富に式部の熱意は高まり密かに江戸へ突入して第二に参画して事を企てようと図っているのであるして第二は書面を引き裂いていつ頃。 出立なさる様子だったか夏過ぎということを申しておられました道知は回路を取り遅ければ奇襲よりみかんの船に乗じて参られると言いかけて右門は体験をひつかんで突然ざぼ立つ誰だ叫んでしょぼちぼ引き開けた庭先に黙って平服している男があった右門は 縁先に出て見るよりよ。その方はい、源太夫にございます。佐藤源太夫は蒼白の表を上げた。右門はカットして貴様聞いたの。<laughs> 左足を引く刹那。まだるい。第二が立って出た。佐藤氏子。先生。第二はつと縁先に。 片膝ぼろして佐藤玄太夫の表を見つめたがやがて低く腹を切っておるなはいえ右門が愕然として縁から降りると靴脱ぎへ片手をついている玄太夫の肩へ手をかけたぷんと鼻を打つ血の匂い先生玄太夫は震える声で「じゅんそう ご注意あそばせ鬼は先も怪我し申し訳ございませぬが外へ出ては志も果たし難く両輩ながら早まったことを第二は叱る予防に言ったいやこれは徳より覚悟にござりました長者もつかまつるも元より鬼畜ではございませぬただ人に使うるものの 目に背けぬ道の苦しさご検察、うん。これにしたためある覚え書き。玄太夫は一つずりの書き物を差し出して呼吸を整えながら幕府の手配り暗殺の次第私に知れてあることだけはしたためでござりますこれにて私の罪を玄太夫は それまで言うと、ばばと靴脱ぎへ打ち伏してしまった。